はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでタッタさんですね。はい、今日サッカーですね。はい、J リーグ、J リーグ、ジャパンエディション。はい。よいしょ。結構その事柄とかに関与してると間違えます。うっかり、はい、じゃあハサミって、いやなかなかいいですね。もうほぼエブリボックス75尻以下を引ける可能性が、はい、一箱から、まあ、エブリボックスあるということで、あとは金かオレンジか赤かスパフラか運次第という感じです。じゃあいきます。まずはこれピンク、はい、ブキャナさん125ですね。で、小尻小尻っていう箱も確認しましたので、まあ、150とか125が、はい、箱で2枚の場合もあるんですけど、まあごく稀ですけどね。まあ逆に50尻以下がもう1枚とかいう箱もあるようですね。やっぱり、はい、レギュラーは届きましたらご確認ください。このままどんどん上に行っていきますので、あ、黄色っすね、ルキダでも、はい、あ、ルーニーさん、コンペティションね、これインサートの方でも結構インサートになってた方ですね。コペンハーゲンの選手、結構若い方が多いので、2005年生まれなんですよね。期待のルーキー、ここからどんどんこうキャリアを積み重ねてね、いくのかなという感じで、あとモジョリフ、はい、あ、ヌネスだ、いいですね、はい、決定力はやっぱありますね、噂通り、うん、はい、2つ目です。2シリアル1モジョリフっていうのがまあアベレージですね。で、シリアルが、3枚になったりする場合も、はい、ちょいちょいありますね。まあそんな頻繁にはないけど、去年よりはあるかなという感じです。で、まだ間に合いますんで、もう今ちょっと4時回ったところなんですけど、ちょっと遅らせてくださいって山本さんに言ってありますんで、今日発送はします。ちょっとお一人でも、あ、黄色だけどルーキー、アルバレス、お、PSG のエメリーですね。はい、これで2人とも、まあインサートにもなってるルーキーの選手、はい、両方黄色ですけどね。あ、モジョだ、はい、マネさん、あ、違う、あ、これなんだ、桜原モジョなんだ、あれ今日出てたかな、普通のモジョこうやって見たら、あの画面だとまあわかるかな、肉弾だとね、角度によってただの文字って勘違いしちゃうかも。あー、ノンシリ桜パラ、これか。あー、背景かと思ってた、うっかり。はい、この動画を見たお客様、当店からね、日本版を購入されたお客様、今すぐノンシリ通常文字をチェックです。あー、これだ、文字加工いらねえ。リフの桜でいいよって店長だったら言っちゃってんな。うん、まあ制作チームは一生懸命作ってますから、はい、いやでも、おお、出たな、のん、あ、なるほど、もう一枚出るんだ。あ、モジョリフ2枚はないわ、今までないわ、今
別枠だ。別管理、オッズ。モジョリフ2枚来たらチャンス。なるほどね。なるほどな。なるほどね。なるほど。なるほど。なるほどな。ってやつですね。あー、やばい。タッタさんありがとうございます。はい。こういうのがあるとね、皆さんもこう、ね。なるほどなって思ったら、上を押してくださいね。皆さんね。動画見てる皆さんね。タッタさんのおかげですから。なるほど。店長はもう100いいねぐらいあげたいぐらいです。はぁ。桜パラ見れました。モジョ、ノンシリモジョが2枚来たら、1枚は桜パラの可能性が高い。うん。こうやるとよくわかるでしょ。光らないと。だから、ただのリフでよかったっすよ。まあでも、綺麗ですよ。すごい。うん。こうやって、淡い光で、バックグラウンドが見えると、より素敵ですから、カードというのは。なるほどね。いや、初登場ですね。はい。桜パラル。結構レアなんだと思いますね。今日もそこそこ、そこそこって言っても、まあ、ワンケースまだ行ってないですけど、40箱行ってないですけど、まあ、それで出てきましたから。はい。2箱で、あ、シリアルと同じ管理のとこだ。あー、シリアル管理のとこだ。なるほど。じゃあ、シリアルがちょっと1枚しか出なかったとか、もしくは、文字が2枚、通常のシリアルなし文字が2枚出たら、桜パラレルがバックグラウンドどうか、ちょっと要チェックですね。なるほど。はい。ということで、タッタさん、ありがとうございます。今日ね、発送しますので、お受け取りよろしくお願いします。ありがとうございました。